今の理解では概要で創作とは、思想、その前提ではあり、その衝突する先の選択、そこにのみ、利益を求めない真なる報道、そういうのは発生、勝ったのはどっち？それを見出すために、自由な発言や、自由な創作、その場というのは意味はある。正義は勝つ。勝った場合にこそその創作に対価は発生する。そういう感じこそが、現実、だろうか。大衆、という神の思惑はいつも、黄昏の向こうにある壁のような闇。勝てば通る、勝てば売れる、か？という原理それはそんな感じなのだろうか。わかりやすい。というべきか、ネットの自由な発言空間は、その衝突による、正義、神の思惑それこそを見るためにある。なんとなくの、選択。カウンタ数値を人はどれだけ意識しているか。利益がある、創作。それは果たしてどういうものか、現実は。